オタール・ヨセリアーニはグルジア・トビリシ出身の映画監督。彼の作品は旧ソ連下で公開禁止であったため、1979年にフランスに移住。1982年より TV 作品をはじめとしてパリを中心に活動を再開し、加作ながらも今なお活動を続けている。緻密に計算されたカメラワークによるワンシーンワンショット。 やや毒の効いた、社会風刺と独自のユーモアを織り交ぜた作風が特徴である。ソ連出身の映画監督、アンドレー・タルコフスキーも、現代ソ連で一番尊敬する映画作家はという質問に対し、イオセリアーニの名を出している。日本においても、素敵な歌と、船は行く、月曜日に乾杯のヒットにより、次第に名を広めている。 飛びりし高等音楽学院の作曲家で音楽を学んだこともあってか、楽器を演奏したり、歌を歌うシーンもヨセリアーに作品には欠かせない。ただし BGM はほとんど使用せず、セリフも非常に少なめである。そのため退屈さを指摘されることも少なくないが、映像の構成力と音を中心とした映画本来の醍醐味を最大限に活かし、 ゆったりと演出している点においては、現存する映画作家の中でも少ない方であろう。部類の酒好きとして有名であり、彼の作中でも必ずと言っていいほど酒を組み交わすシーンが存在する。中期以降の作品からヨセリアーに自身も出演するようになり、制作スタッフの数人もキャストに取り入れている。 美術担当のマニュとショビニがその例で、イオセリアーに作品では常連となっているほどである。カンヌ国際映画祭をはじめ、数々の映画祭で多くの賞を受賞し、月曜日に完敗は2002年度のベルリン国際映画祭で、銀熊賞と国際批評家連盟賞をダブルで受賞している。書籍、オタールイオセリアーにより、 遠山住夫編集エスクアヤマガジジャパン四十八億七千二百九十五万九百三十三名称をたるヨセイアーニ監督新作皆様ご機嫌よう12月十七日公開映画 .comhttp コロンスラッシュスラッシュ映画 .com スラッシュニューススラッシュ二零一六0 9 1 5スラッシュ一七スラッシュ二零一六年九月十五日閲覧ありがとうございます